この大会のために用意したフリープログラムは鬼太郎の曲でアメリカ映画天と地より3分50秒です。そして注目の4回転ジャンプ、もし飛ぶならば一番最初、ここは期待しましょう。先にステップのシークエンスがあります。さあゆっくり見せてからこの後4回転。分解してしまいました。スピンを入れて立て直してくる。3回転、決まりました。あと残り2分の中にジャンプが2回予定されています。予定では3回転ですけれども、そのうちの一つを4回転に持っていくか。この後に控える世界のトップ3の一角を切り込んでいくためには何としても決めたいところ。トルクはトリプルトルクです。3回転でした。さあジャンプはあと1回。あと残り1分、まだ4回転の可能性は残されているかもしれない。世界に向かってトリプルサルコダブルトーループ、連続ジャンプできました。3回転2回転、残り30秒。演技の中でプログラムに多少変更点を加えてきました本田。最後は銀盤の中央、高々と手を挙げて、そして客席に拍手に応えます。本田選手本人もこのように1日で全部試合をやってしまうというのが初めての経験だと言ったので、ちょっと不安だと言っていたんですけれども、さあこれが4回転になるはずだったんですが、3回転で決めてきました。そしてこれが最後のトリプルサルコ、そしてダブルトーループのコンビネーションですね。まあしかしどうですかね、伊藤みどりさん、はい、本田武史選手、長野の後ずいぶん成長したなという実感はあるんじゃないですか。そうですね、もう本当に出ました。技術的な部分ですけれども、カナダのジャッジが 5.5。この後に世界のトップ3が控えています。プレゼンテーションはどうでしょうか。 5.5 が2人、あとの3人は 5.4 という得点になりました。